和菓子の歴史。和菓子の歴史は古く、縄文時代まで遡ります。好みを粉砕して水でアクを抜き、丸めたものが団子の始まりと言われています。その後、弥生時代になると水稲耕作が始まり、餅菓子が誕生しました。奈良時代には、遣唐使によって大陸から砂糖や蜜が伝来し、菓子作りに利用されるようになりました。平安時代になると、貴族文化の発展とともに、さまざまな種類の和菓子が作られるようになりました。例えば、つばい餅や青刺しなど、美しい見た目の和菓子が登場しました。室町時代には、茶の湯文化の発展とともに、茶菓子と呼ばれる和菓子が作られるようになりました。茶菓子は、茶の湯の趣向に合わせ、季節感や風情を表現したものでした。江戸時代になると、砂糖の生産技術の発達により、庶民の間でも和菓子が広く食べられるようになりました。また、さまざまな種類の和菓子が誕生し、現在に受け継がれています。明治時代以降、西洋文化の影響を受け、洋菓子と呼ばれる新しい種類の菓子が登場しました。しかし、和菓子は伝統的な製法を守りつつ、新しい素材や技術を取り入れることで、現在も進化し続けています。和菓子は、日本の伝統文化と深く結びついており、季節の行事や祝い事には欠かせない存在です。また、日本人の繊細な感性や美意識が表現された芸術作品とも言えるでしょう。和菓子は、大きく分けて生菓子、生菓子、半生菓子の3種類に分類されます。生菓子は、水分が多く、日持ちしない菓子で、生菓子は、水分が少ない菓子です。半生菓子は、生菓子と生菓子の中間の性質を持つ菓子です。和菓子には、それぞれ独特の名前と形、味があります。例えば、生菓子には、上生菓子、練り切り、除夜菓子、牛皮菓子などがあります。生菓子には、生菓子、落雁、金平糖、アルヘイ糖などがあります。半生菓子には、半生菓子、羊羹、カステラなどがあります。和菓子の楽しみ方に関して、和菓子は、お茶と一緒に楽しむのが一般的です。お茶の苦味と和菓子の甘味が絶妙にマッチして、それぞれの味わいを引き立てます。また、和菓子は季節感を楽しむこともできます。例えば、春には桜餅、夏には水羊羹、秋には栗きんとん、冬にはいちご大福など、季節に合わせた様々な和菓子があります。和菓子は、日本の伝統文化を味わえる貴重な存在です。ぜひ、様々な種類の和菓子を味わってみてほしい。